ちは。ですね、記事の今から添削やってきますんで、一緒に見ていきましょう。記事っていうのはですね、これかなりアンティキティラの歯車について書いてもらったんですが、内容自体は全くこれでいいと思います。内容ですね。ただ、記事っていうのはですね、教科書みたいになっちゃうと読まれなくなっちゃうんですね。例えばですね、学校でも同じ教科書使っても先生によって教え方って違ったと思うんですよ。で、面白い先生もいれば、全然なんか眠くなっちゃうような先生もいますよね。なんで、この感じだと、教科書っぽくなっちゃってて、読者としてはちょっとワクワク感がないとか、引き付け感がないので、もうちょっと、なんていうのかな、面白く書きたいんですね。なんでちょっと僕が今から手直ししますんで、一緒に見ていってください。で、記事書くときに最も大事なのはリサーチなんですよ。アンティキティラで知恵袋でリサーチしますよね。そうすると、これがそうなんですけど、パズドラについての質問、パズドラで出てるんですね、アンティキティラが。で、3つ目がアンティキティラの機械って何ですかっていうような質問が来てます。機械時計なのか、何なんですかみたいな感じですよね。それから、何ですかねこれ。モンスターでクリアできますかだから、多分これはモンストの話ですね。モンストやパズドラか。これもパズドラの話ですね。ギリシャの天文学について質問です。はい。紀元前330年のギリシャの天文学について質問です。地学で地球が玉である理由についてアリストテレスが月食の時月に映った地球の影が円形であるからと示したのが一つの理由として教科書に記載されていた。まず当時のギリシャ人が月食の原因を理解してきたことに驚きました。これ使えそうですよね。月食の原因を理解してきたことに気がつきました。はい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 。一体ギリシャ人はいつ頃から月食または日食の原因を解明していたのでしょうか。また当時の天文学はどの程度進んでいたのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。アンティキティラの機械。ギリシャ時代の沈没船から見つかった天体の動きをシミュレーションする機械です。日食や月食の日時もわかりました。これ面白そうですね。なるほど。これはまあ直接アンティキティラの歯車についての、質問ではなかったですけど、内容の中に盛り込むと面白そうですよね。これパズドラパズドラパズドラ飛ばしますね。アンティキティラ等の機械使用目的。はい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 。これも思いっきり使用目的ですよね。パズドラパズドラできてるんで、いつどこで何のために生まれたんですか。いつどこで何のため、オーパーツは全部偽物か。ダメージのアンティキティラ島の機械ってことですね。ちょっと待ってくださいね。歯車が歴史上記録に出てくるのは何世紀でしょうか。ダメージの 図面などで確認できるんでしょうか。地中海で発見された古代ギリシャの機械はいわゆるアンティキティラ島の機械と言われているもので、公開用ではありません。これは長い間知られていませんでしたが、1900年代に発掘されて最近、内部構造が CT で解明されたものです。約2200年前に作られたのに、1800年代レベルの精密さを持ったオーパーツとされています。歯車の、起源は8000年前のろくろが形を変えたもの、それをもとに5500年前に車輪が登場、さらに進化し350年前に簡単な水汲み水車が登場。この時点で まだ歯車はない。なるほどね。歯車の起源を聞いてるわけですね、この人は。だから今見た中で、需要が多い質問っていうのは、アンティキティラの歯車と、で何なんですか、何のために作ったんですかっていう疑問が多かったんで、それをまず初めに書きますね。
何なのか、何のために作ったのかを、初めに持ってきましょう。で、ですね、そうすると、リード文で、そういうことをまず書けばいいんですよ。O パーツの世界で最も、初めの1行目ってすごい重要なんで、みんな知ってる、350年前、さっきの文章結構面白かった。そうだな、パズドラのこと書いてもいいんですけど、パズドラでも登場するアンティキティラの歯車、実は、実在するときご存知ですかみたいな感じでもいいし、そうだな、でもさっきの古代ギリシャ人のやつ面白かったんで、それを持ってこようかな。これ今さっき僕が書いたんで、ちょっと面白くないんでやめます。そうだな。一番初めは、ですね、そうだな。古代ギリシャ人のやつもやったな。古代ギリシャ人が、やめた。アリストテレスとかもみんな知ってるかな。それでも地球は回ってる、有名な言葉ですよね。実はこれ、あるの。それでも地球は回っている、有名な言葉ですよね。実はこれアンティキティラか。アンティキティラの歯車と大きな関わりがあるのをご存知でしょうか。コペルニクス、アリストテレス、宗教裁判、宗教裁判、コペルニクス、地球を回っていることを科学的に証明し、してよ、証明していたにもかかわらず、裁かれる。地球は回っていないと。ですね、宗教裁判にかけられたコペルニクス、地球は、まあ、このまま書いてもらって、地球は回っていないと、そしたら弟子の誰でしたっけ。コペルニクスの弟子はアリストテレスでいいのかな。ちょっと待ってね。コペルニクスの弟子は誰ですか。コペルニクス、ガリレオか。ははは、ガリレオ・ガリレイだ。これ、いきなり、実はこれ、アンティキティラの歯車と大きな関わりがあるのはご存知でしょうか。なんでいきなりアンティキティラとか出しちゃってるのかっていうと、検索してきた人はアンティキティラの歯車で検索してきてるはずなんで、ある程度単語は知ってるはずなんですよ。だからアンティキティラの歯車で持ってきてます。でも内容は知らないから今から書いてくるような感じですね。で、それでも地球は回ってるって結構有名な言葉なんで、これと関係があるって言ったら、入りやすいですよね。
有名な言葉なんで、まあその人が知らなかったら響かないですけど、まあ大体みんな知ってるじゃないですか、それは。それでも地球は回ってる。で、これはアンティキティラの歯車と大きな関わりがあるのをご存知でしょうか。どういうことってなるんですよ、読者の中では。で、宗教裁判にかけられたコペルニクス、地球は回ってる、の有名な話です。うん。そしたら弟子が、うん。結局、天動説、あ、間違えた。地動説を、結局地動説、地動説、地動説を証明したのは、弟子のガリレオ、ガリレとなったわけですけどね。で、このガリレオ・ガリレーあたりもすごい有名な人なんで、あの大きくするといいですよね、文字を。ガリレオ・ガリレーと関係あるんだみたいな感じで、コペルニクスとか言って、これは読者にスクロールされる、ページ開かれたら一気にさーってこうスクロールしちゃうんですよ、読者って。だからそのスクロールの手を止めるっていうことで、こういう有名な単語を並べる、あ、目立たせるっていうのは一つの手です。まあ、アンキティキラーをで検索してるんで、アンティキティラーをやりますね。で、この鍵括弧とかも目立つんですよ、鍵括弧つけると。だから、あえて使ってます。結局、地動説と証明ガリロガリだったんですけどね。で、この歴史的な天文学の転換に寺の歯車がどう関係があるで、この歴史的な天文学の転換にアンティキティラの、歯車がどう関係あるのか、それをこれからとちょっとアンティキティラの歯車が何かっていう質問が多かったんで、関係があるのか、それをこれからアンティキティラの歯車、アンティキティラの歯車のと何かとともに解説していきたいと思います。ですね。で、これでリード文終わりですね。ああ、なんか面白くなってきましたね。アンティキティラス。まずは、そもそもアンティキティラの歯車とは何かから見ていきましょう。で、これが見出しになってきますよね。見出し、アンティキティラの歯車とは見出し。で、アンティキティラの歯車とは、オーパーツの中で最もクオリティの高いものとされています。後にも書きますが、紀元前の遺物だというのに、まさに正確というべきフォルム、デザイン的にも優れており、構造や機能の精巧さ、どれを構造やその他のその機能の精巧さやどれをとってもオーパーツテクノロジーの代物と言えるでしょう。後にも書きますが、これいいですね。後にも書きますがとか書いておくと、
あとを読まなきゃって感じになるんで、まあいいですよね。まあできればでもここでアンティキティラの歯車についての解説しちゃったらもいいですけどね。オーパーステクノロジーのと白物入れでしょう。もうこの時点でワクワクしますね。探求心をそそられます。この辺の感想みたいなのいいですよね。こういうのに入ってくる、愛の手が入ってくるのはすごくいいです。読んでる読者の方と対話するような感じになるんですよ、読者としては。で、そこで今回アンティキティラの、これさっき僕が書いちゃったんで、今消しますね。探求心をそそられます。で、こっから先、つなぎの文章が欲しいんですよ。言うでしょう。アンティキティラの歯車も概要。これは1900年にアンティキティラの、わかりました。あ、これはアンティキティラがどのように発見されたか書いてありますよね。発見される経緯については読者としては二の次に欲しい情報なんで、これは後に持ってきます。役割と構造、この辺が欲しいんですよね。ここで、天文学に使われていたよと。誰が作ったかみたいな質問もありましたよね。で、この辺に持ってきますね。で、もちろん今いきなりただコピペしただけなんで、つなぎがおかしくなってちょっと変換していきますね、ここから。まず、アンティキティの歯車って何ですか？ワクワクしますね。マジすごいオパースなんですよってことが書いてあって、詳しい内容を書いていくわけですね。探求心をそそられます。何が書いてあるのかな？アンティキティラの歯車が天文学装置であることが書いてあるわけですよね。紀元前の遺物だというのに、まさに機械というべきフォルム、デザイン的にも優れており、構造やその他の公正さ、精巧さどれとってもオーパーステクノロジーでしょう。探求心をそそられます。ところで、この世界一の精巧さを、オーパーツ、アンティキ、キティラ。オーパーツのアンティキティラ。何に使ったんでしょうかね。何に使うものだったんですか。実は、これ。復元されてるんですよ。で、つなぎが入って一個見出しがあったら次の見出しへのつなぎを書きます。必ずワクワクしますね。で、このアンティキティラの歯車、何に使うものだったのでしょうか。実はこれ復元されてるんですよ。これなくてもいいんですけど、あった方が、なんか、先を読みたくなるじゃないですか。復元されてる。どういうことってなりますよね、読者としては。だから、あえて入れてあります。で、その、なんでここで、先に構造と役割持ってきたかっていうと、知恵袋見たら、やっぱりこの質問が多かったからです、単純に。で、見出しをちょっと変えて、アンキキキラの歯車の構造、歯車は何のために作られたのか、読者はこれを求めてたんで、これにしますね。で、1970年アメリカで出たこのアンディキティラの歯車は
これ後にしようかな。ちょっとこの辺に、どうしようかな。いきなりこれ来ちゃうとよくわかんないから、何のために作られたのか。軽くアンティキティラのことについて書いておいた方がいいっすよね。1900円に、されました。ここら辺に1900年にギリシャのアンティキティラ島沖で引き上げた沈没船の中に、青銅製の塊が発見されました。これがアンティキティラの歯車、アンティキティラの歯車です。アンティキティラの歯車です。後に分かったことです。まあいいか。装置の、歯車です。実は、この装置の表面の目を動かすと、太陽は月、果ては衛星の位置を測ることができる。判明しました。後にこの装置は、だからブラックボックス化されてたわけですよね、見えなくて。青銅製の塊が発見されました。発見された当初は、発見された当初は、これが何なのか全く分かっていませんでした。でしたが、後にこの装置の表面のメモリを動かすと、ここら辺で博士のことやっちゃおうかな。どこだっけ？1970年、アメリカのイェール大学で化学史を研究していた教授が、この物体、すると、このアンディギティの歯車を調査したのです。X 線が必要。ですが、だったので、むしろ、1970年、まあいいか。この物体を調査したのです。すると、このアンティキティの歯車を、このアンティキティの X 線調査した結果、なんと大小40以上もの歯車に構成されていることが分かりました。さらに、翌年、ブライス教授は、完全復元。すごいですよね。これでやっと、アンティが、なんであるのか、が分かった。これで千何百年前の話だっけ？
紀元前80年前のギリシャの文明、遺物ですね、これは。先にお伝えしてますが、後で詳しくお伝えしますが、実はこの歯車、紀元前80言ったことを先にお伝えしておきます。紀元前80年、に制度されていたことだけは先にお伝えしておきます。ではアンティキティはどのような役割を果たすものだったのでしょうか。ここら辺で見出し変えちゃってもいいですけど、何のために作られたアンティキティラの、ここで見出しを、完全分かったこと、この土地の表面の完全復元した。復元したこの装置より。復元したアンティキティラの歯車の表面の目盛りを動かすと、太陽や月、果ては衛星の位置を測ることができる天体観測儀で あったことが判明したのです。っていうのはですね、これ、しました、なんとかでしょう、分かっていました、分かりましたとか、語尾が単調すぎると、文章全体が単調になっちゃうんで、できれば変えていった方がいいです。成功しました、ですよね、なんだかだったわけです、ておきます、でしょうか、みたいに語尾変えていった方が、リズムが良くなるんですね。で、さっき行きますよ。復元したアンティキティラの歯車の表面のメモリを動かすと、太陽や月、果ては衛星の位置を測ることができる天体観測儀だったことが判明したのです。実際に月の軌道を計算してみたところ、誤差わずか100分の1でしかありませんでした。たったの100分の1ですよ。たったら100分の1ですよ。もうほぼ正確な天文装置と、これ合いの手で入れましょう、言ってもいいと思いますが、もうほぼ正確ないいと思います。すごいですよね。すごいですよね。紀元前80年のに、作られた、まさにオーパス。この制度はまさしくオーパスにふさわしい。言えるでしょう。またこの装置には、作動歯車機構という機能が備わっていました。この作動歯車機構とは、歯の組み合わせによって回転数や回転速度が変化するという仕組みであり、この機構が実用されたのは1575年にドイツで作られた天文時計で初めて使われたとされています。ですね、文章の初めに引き付けたいですね。このまま言っちゃうと、この作動歯車機構
って何だろうっていう、なんていうのかな、文章読んでて読者がストレス感じちゃうんですよ。なんで初めにこっちをやった方がいいですね。ですね、先に文章の始めに引きつけたいので、下手するとこの装置には作動歯車機構なんか難しそうだなって言ってどっか行っちゃう読者もいるんで読ませたいんですよ。ちょっとやってみますね。紀元前80年、まさに大パーツと言えるでしょう。しかも、これだけじゃないんです。1575年にドイツで作られた天文時計で初めて使われたと言われている技術があります。それは作動歯車機構という機能なんですが、この技術がすでに使われていたのです。つまり1600年前、つまり今言われているように1600年以上も前に、この技術が使われていたんですね。使われていたんですね。このとは、歯の組み合わせで回転数で速度が変化する仕組み。ちなみにこの音は歯車の組み合わせによって回転数や回転速度が変化するという仕組みであり、これ要するに自転車のギアみたいなやつなんですかね。仕組み。ちょっとその辺書いてあげたら分かりやすいかな。ちなみにこの、それは自転車のギアみたいな。自転車のギアみたいなやつですね。簡単に言うと、まあそういうことじゃないですか。簡単に言うと、ちょっと待って。ここよりです。こういうすでに使われてる歌で、ちなみにこの音は簡単に言うと時代のゲームみたいな技術ですね。歯車の組み合わせやったよね。になります。実際それが、信じられなくないですか。あ、ごめんなさい。これなんで言えたかっていうと、この次に、じゃあなんでそれが、紀元前80年に作られたと言えるのかっていう話をしていきたいんですよ。次の内容がこれになってるから。なんで、その話に入るつなぎとして、今はつなぎを書いてます。今やったのは、アンキティキラーの歯車の、で、どんなものかっていうのを書いていったんですね。なぜかっていうと、その質問が多かったからです。じゃあ、いつ作られたのかっていうのもできれば読ませたいんで、その理由となるものを下に書いてあるじゃないですか。で、これを読ませるためのつなぎを書きます、今から。アンティキティラの歯車はすごいっていうのは分かったけど、本当に大パーツなのかって、でも信じられなくないですか？あ、確かにってなるじゃないですか。ちょっと書いてみますね。歯車がギアみたいなのがありました。でも信じられなくないですか？こんなにすごい技術が。でも信じられなくないですか？割と最近できた。
できた技術が。あ、でも信じられないですか、本当に。現在8に作られたのでしょうか。実はその根拠となる、証拠があるのです。はい。で、その実はその根拠となる証拠があるのです。と書いて次につなげていきます。証拠。あ、証拠があるのです。一体誰が言っちゃってるから、ですね。証拠でいきましょうか。ですね。証拠はこっちなんで。で、見出しを変えましょう。アンティキティラの歯車。見出しどうしようかな。アンティキティラの歯車。証拠でいこうかな。紀元前80年の証拠とは、80年に作られた証拠とは、これが見出しになりますよね。ちょっとうまくつなげて。1900年にギリシャのアンティキティラと引き上げられた沈没船の中にあった青銅製の塊。がアンティキティラ、キティラの歯車。あることは前述の通りです。と。要するにですね、あのアンティキティラの歯車がですね、1950年に調査が行われて、で腐敗していたけど文字があって、でそれが紀元前80年前のギリシャ文字だったから、それが証拠ですよっていうふうに持っていけばいいんですよね、この場合は。1900年にギリシャのアンティキティラ島沖で引き上げられた沈没船のあったセドキの塊が、セドさんが、前述の通りです。で、腐敗していたものの、塊の表面は腐敗していたものの、実はそこに重要な、文字が書かれていたのです。合いの手とか入れちゃいましょうか。何だと思いますか。これがあることによって、この辺遊びで問いかけとか入れちゃったりして、これがあることによってアンティキティラの歯車が紀元大昔のものであることが証明されたのです。が分かったりか、証明されたって言うとちょっと言い過ぎかもしれない。
分かったのです。引き上げから50年後の引き上げから50年後の1950年頃調査が行われ、その表面の歯車の一部に古代ギリシャ文字が刻まれていることが分かりました。歯車で、これらの文字から紀元前800年以前のギリシャ文明の遺物だと判明した。つまりこれらの文字は紀元前80年前のギリシャ ですね。こういうことですね。これらの文字は紀元前80年以前のギリシャ文明で使われていた文字だったので、つまり、少なくとも製造年月日は紀元前80年より前ということになりますよね。そして近年3次元表層イメージスキャナーによりさらなるメカニズムを多数確認し、未完であったギリシャ文字の解読もほぼ解読したことが分かりました。これなんて解読してあったんですかね。で、解読したしましたって言って答えを出さずに終わっちゃうと不完全燃焼感があるんで、ちょっとこれはやめた方がいいかもですね。もし書くんだったら、そして近年3次元表層、技術の発達によりとかの方がいいかな。ちょっとよくわかんないんで、近年の、調査技術の発達により、さらに、アンティキティラの歯車のメカニズムが解き明かされつつあります。今後の調査に期待ですね、みたいな感じですかね。もっと楽しくやっちゃってください。こういうのは。それにしても、このようなすごいもの。それにしても、こんなにすごいメカニズムを駆使した機械。一体誰が作ったのでしょうか。誰が作ったのでしょうか。これも完全に下のここへのつなぎです。で、下を読ませたいんで、一体誰が作ったんでしょうか。で、その答えが大体分かってるよっていうのを書きたいと思います。このつなぎとして、一体誰が作ったのでしょうか。そこにはある。そこには、超有名古代ギリシャの数学者影がちらついているのです。誰かわかりますかみたいな、名前を聞けばわかると思う。誰のことだかわかりますか。きっと名前は聞いたことがある人ですよと。アンティキティラの歯車を作ったのは誰？
で、これが見出しになりますよね。つなぎがあって、見出しに行って、って感じですね。アンティキティラの歯車を作ったのは誰なのか。これラガなんか、さっきから。誰なのか。答えをお伝えしてもいいですか。正確なことは分かっていないですが、それはアルキメデス。言われています。古代ギリシャ数学の大御所ですね。で、もう一つの謎が、で、もう一つの謎として、このアンティキティラの歯車は地動説の理論をもとに作成されているのではないかということです。現在では地動説は常識でありますが、この考えが天文学者コペルニクスによって発表され、認知されたのは16世紀のことです。それまでは天動説、つまり地球を中心として天体が動いているという考えが一般的でした。紀元前の遺物にこのような理論を体現した技術はないはずであり、まさしくオーパースと言えるでしょう。いいですね。これがリード部につながってきますね。それでも地球は回っている。この辺を使ってうまく最後まとめちゃいましょうか。アルキミデスだと言われています。これはあえて大きくしません。そうすると答え言う前にこう分かっちゃうからですね。で、ここら辺で、はじめにコペルニクスやガリレオはじめにコペルニクスやガリレオ・ガリレとアンティキティラの歯車の関係、なんて伝えましたっけ、どう関係があるのか、これからアンキティキラとともに解説、どう関係があるのかを解説するって言ったんで、解説したいと思います。はじめにコペルニクスやガリレオ・ガリレイとアンキティキラの歯車は、分かりにくいんでちょっと、かぎ括弧。と、アンキティキラの歯車。は関係があるかもしれないないとお伝えしました。これはどういうことなのか。実はアンティキティラに関するもう一つ謎として、このアンティキティラの歯車は、地動説の理論をということです。ことなのです。現在では地動説がコペルニクスによって発表されました。
てここちょっと語尾を変えますね。単調になっちゃうので、現在では地動説は常識でありますが、この考え方が天文学者ですがでかですが、この考え方が天文学者コペルニクスによって発表され認知されたのは16世紀なんですことなのです。なんです。16世紀なんですね。つまりそれまでは天動説イコールって感じかな、イコール地球を中心として天が動いていたという考え方が一般的でした。紀元前の遺物にこのような、なのでどうやってまとめようかなって今考えてるんですけど、だからコペルニクスが、天動説を唱えたってことは、もしかしたらアンティキティラの歯車のような天文学装置を彼らが所有していたのかもしれませんねっていうような感じでまとめたいと思います。その辺はもう自分の持論でいいんで、こういうのは、しかし、ところでコペルニクスが発表されたのは16世紀なんだ。じゃあもう随分先なんですね。一般的でした。ああ、そうなんだ。じゃあさっきの自転車ギアの後なんですね、これ。つまりそれまでは一般的でした。その間違いを指摘し証明したコペルニクス。コペルニクスはもしかしたら万吉歯車を所有していたのかもしれませんね。それが何らかの、それを何らかの理由で船で輸送してる間に、船で輸送したところを、その船が沈没1900年に引き上げられることとなったのかもしれません。どちらにしても、ロマンがつきませんね。かもしれません。紀元前の遺物にこのような、その町を指摘者の名前、もしかしたら何か歯車を所有してますよ。なんかロマンがある締め振り方ですね。いいんじゃないですか。紀元前の遺物にこのような理論を体現した体現、アンティキティラの歯車は紀元前80年以前の80年以前の以前に製造されたものあり、
ちろんその頃というか1600年以前は、このような理論を体現した技術はないはずですよね。ね。だってまだ地動説、空が回ってると思っていたんですから。地動説を、根底に置いたこのような機械が作られるはずはないの。はずは機械が作られるはずないです。さらに、ギアのような技術もないのですから。まさしくオーパーツと言えるでしょう。で、まとめに入りますよね。まとめのつなぎが欲しいですね。今回は、世界で最も成功な、オーパーツである、アンティキティラの歯車についてお伝えしてきました。最後に内容をまとをおさらいしましょう。まとめ。はい、まとめていきます。最後は全体のまとめと、あと書いてみた感想みたいのを書いたら OK です。アンティキティラの歯車では当時でありえない、今回お伝えしたアンティキティラの歯車、何伝えましたっけ。アンティキティラってのは何か、何のために作られたか、復元して分かったこと、80年前の証拠、誰が作った、歯車、キティラの歯車とは何か、アンティキティラの歯車とは何か、何に使うのか、紀元前80年前に作られたと言われる根拠、誰が作ったのかをお伝えしてきました。アンティキティラの歯車とは、紀元前80年に作られた天文装置でしたね。それも1600年以降に主流と、初
証明される地動説、地動説を元にして作られた装置でした。すごいですよねとか言って、何に使うのかとアンキティキラの歯車とは何か今答えたんで、次紀元前80に作られた歯車に記されている古代ギリ文字から紀元前80年よりも前のものだと言われています。そしてその製造には古代の数学者、誰でしたっけ、誰が作ったの、アルキメデスが関わったと言われています。いるのですですね。で、あとは、このままですね、アンティキティラの歯車は当時ではありえない、場違いな技術を持って、作成された品物であると分かりましたね。ザ・オーパーツと知ったところでしょうか。これはコンピューター、機械工具などのない、当時人間の手だけで作られたのだとしたら、作成に関わった方の苦労や努力は凄まじいものだったと思います。いいですよね、この辺の感想とか。そこには、いろいろなドラマがあったんだろうなと思うとロマン感じていられませんね。このまとめいいですよね、最後。感想いい感じです。で、最後に、今文章だけですけど、とりあえず一回バーッと見てみて、変な構成になってないか確認します。地球回っている。それでも、これって初めは読むからいいんですよ。これ大きくしなくても。まあ、してもいいですけど。それでも地球は回ってるのが、これじゃん。暗記できる歯車と大きなから、まあいいよね。ともに、誤字脱字も、ともに解説してあげて、まずはそもそも暗記できる歯車、暗記できる歯車何かから見ていきましょう。はい。これは構成的にも OK ですよね。暗記できる歯車とは、いいっすね。アンギキのフレマットは、オーパーツの中で最もクオリティの高いものにしてもらってます。いいですよね。どっちも書きますが、紀元前の今とても、いるでしょう。もうこの時点でワクワクしました。アンギキをます。しかも製造。存在が。過去、これは後で詳しくお伝え。で、これあと最後まで読ませる句なんですね、こういうのは。最後の方も読まなきゃ損だなっていうふうに、お伝えしてるわけですね。ところで、この世界一の高知、成功さを誇るオーパーツの消化、実はこれ、復元されて、ちょっとこれ、へぼいかもですね。僕が書いたんですけど、これ。消化実はこれ復元され何に使うか分かっているんですよ。何のために使うか、このくらいがいいっすね。私のも発見されました。これアンキティキラーの歯車です。発見されたのはこれ何なのか全くありませんでした。X線で調査した結果。X線で調査した結果なんです。
完全に復元、完全に復元すごい成功しました、おめでとうございます。ここで合いの手入ってますね。読みやすいですよね、普通に。でなん、いいですね。この、ここに教科書的なことが書いてあって、自分の合いの手入れてあるのが読みやすいんですよ、読者にとっては。すごいですよね。すごくないですかみたいな感じで。すごいですよ。言えるでしょう。しかもこれだけじゃない。あ、なんか入っちゃった。それはつまり、こういう機能なんですが、使われてた今、それ今言われてるの、言われている1620万くらいのところだ。うん、まあいいか。なります。つくみで。このつなぎとかもいい感じで入ってますね。文章通り。ここでいきなりなんか、一回まとめてあげると分かりやすくなってくるんで、次の章が、まとめてありますね。何だと思いますか？問いかけいいっすね。これは誰かな。古代ギリシャ文字が刻まれ、文字。分かりました。ここがポイントなんですよね。ここがポイントなんです。これなんでいちいち付け出したかっていうと、ダラダラーとスクロールされちゃうんですよ、これ。こういうのって下手すると。だから、ポイントがよくわかんないと、わかんない。こう、スクロールされちゃうことがよくあるんで、わかるようにしておきます。ここ、そうしたら、こう、なんかこう、手が止まるじゃないですか。あ、ポイントなんだ、みたいな。なんだみたいな。で、ここ多分、ワードプレスでやるときは、ちょっと色変えたりしますね。ここ目立たせるために。手を止めると、何がって言って、ちょっと前まで戻って、こう読み出すわけですよね。で、そういう工夫です、これは。きっと名前聞いたことがある人ですよ、とか言うと、誰ってなるんで、こう書いてあるわけですね。誰か答えを伝えしても OK ですか？よしですね。これはどういうことなのか。ああ、いいじゃないですか。誤字脱字もないかな。もちろん、その頃。もちろん、その頃というか、それを受けたことはないはずですよね。はずですよね。ないはずですよ。なんか結構誤字がありますね。自分で書いててあれですけど。これってもう完全にオリジナルの記事になってますよね。全然コピペにならないわけですよ。同じ内容でも。だってまだそれが回ってると思う。まだそれが回ってる。だってまだそれが回ってると思ってるんですから。この頃というか、なんかコロナ大変。だってまだ、空が回ってると思ってるんですからですね。間違えてますね。これ最後に、こういうのやんないと、誤字脱字とかが結構あることが多いんで、必ず確認しましょう。まあでも、さっきのやつとか全然ほとんどなかったんで、いいですかね。もともとのやつは、しっかり、誤字脱字あんまなかったっていうか、ほぼなかったんで、いい感じでしたね。ギアのような技術。ギアってこれいつでしたっけ ?1500 何年でしたね。いいですね。大体 OK ですね。
1575年にギアができてるから、そら1575年に発明されたとさ、発明されたと言われているギアのような技術もないはずですからねっていう感じで、うん、 OK ですね。これで文章は OK だと思います。はい、一回まとめますけど、こういうなんか単語を太くしてるっていうのは読者がおそらく知ってるだろうなっていうことですね。でスクロールする手を止めたいんで、うん、こう引きつけるような文字とか文章とかっていうのは太くしたり大きくしたりします。まああんま大きくしすぎも良くない、サイズ5ぐらいでいいんですけど、あとはまあワードプレス使うようになったら装飾とか写真とか入れたりしますね。またそれは後々の話なんですけど、でここでお伝えしたいのは、初めの文章あるじゃないですか。初めの文章と比べて、だいぶですね、これもうオリジナルの文章になりましたね。これでこうすると読まれます。多分この記事で滞在時間3分半とか、うん、行くと思います。まあ3分は行くと思います。でも一番初めに添削する初めのやつだと、あれだと多分50秒ぐらいしか行かないんですよ。教科書的なやつってパーッと呼ばれちゃうんで、はははは、って感じで呼ばれちゃうんで、じゃなくて、あれをもとに、教科書をもとに授業をしていく、お伝えしていく、面白くお伝えしていくっていう意識を持ってもらうと、もうどん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 記事は良くなってきます。いきなりこういうレベルで記事書くのは難しいと思いますけど、でも、本当に、10本、20本書いていけば普通にできるようになってきますんで、まあ、ぜひ意識して書いてみてください。はい、今回は、これでおしまいにしたいと思います。はい、じゃあ失礼します。